で今これ通常これこの人顔認証して、みんな私の名前はラフ、私の名前は台湾からの人、台湾は中国でこちらで結構ポピュラー、ポピュラー、ほら今年のポピュラー、あ、OK、スキャナー、フォトショッピング、あ、それフォト、これは画像で、その写真で撮った、ワンセコンド、ワン、ワン、ワンセカンド、シックスタイムズ、テイクフォト、写真の人間のカメラで、こちらで、こちらで、人間のは写真のはダメですよ。中国なら 3D、はいはい、3D のカメラは違う、okay. トリフォート、okay. 彼は例えば2種類して、で今画像でと今 QR 呼ばせず画像だけでチェックしても入ってます、うん、まだ入ってない、入ります、ね、入りました、で QR 呼ばせても画像を変えるって、はいはい、両でも OK、 こちらの両方これ安いの早いですよ、あのスキャンするとセルフだとやっぱりね慣れない、スキャンのパスワード行く、ペイメントはプリカー、ケイオーフェイス、オカラ、これ顔認証です、顔認証、顔認証の裏側は普通にクレジットカードと結びつけてるだけです、はい、あのデータ、この場合は顔認証をあらかじめ登録をしてますので、その人が登録したカード番号ので決済ができます、こちらは顔はダメ、 OK、 to do internet but encryption、 まあ、安全、大丈夫です、okay. これ画像のインベントリー、画像のデータってどうやって学習させるんですか、あ、これは事前にですね、はい、あの多分あのソイズメーカーさんの方から画像データをいただくか、オーディオの方で、まあ、撮る必要は出てくると思います、でおそらく画像を作って提供するサービスやってる会社が出てくるのかなと思います、はいはいはい、これだから何百枚か入れてる、そうです、ですから通常は消費財メーカーさんからは小売業に対してはバーコードの番号と商品情報とかがマスターが来まして、でそれを小売業がバイカーだけ登録していると思うんですけども、この場合は画像情報も、消費財メーカーさんからいただくか、そういうサービスやってる会社から買うというか提供を受ける必要があります、まあ、小売業さんに登録するのは結構大変だと思う、そうですね、日本さんなんかでもあのネット向けに画像提供してくれっていう言ってるんですけど、はい、なかなかフォーマットが違ったりとか暗かったりとかして撮り直しになっちゃってたりとかしてるという、このシステムは小さいです。USB コネクション。OK? Exchange。SA Epson。SA Toshiba。SA デニコン。SA Individual。OK? 両方のが使います。自分の。最初はハードがついてて、どこでも調べる。ああ、なるほど。この作品は書いて、あ、大丈夫で。